秘めたあなたの力を呼び起こせ。今日も地球のとこからこんにちは。地球がジムフィットネスセンターヒロです。今回もご視聴そして合金トレありがとうございます。本日のトレーニングはプッシュ種目腹筋アニマルフロー心拍計を混ぜたハイブリッドワークアウトです。本日はこの地球にある重力をフルに使って鍛えていきましょう。この動画は全身の筋肉に様々な方法で刺激を与えるため、見た目を変えるだけでなくあなたが持っている体を覚醒させます。すなわち強さ、柔軟さ、体を上手に使う能力、疲れにくくするための体力、疲労回復能力が高まることで日々の生活をエネルギッシュに変え、運動や筋トレの質を大幅に高めることができます。灼熱コースは30秒トレーニング20秒休憩、エンジョイコースは20秒トレーニング30秒休憩となっているので、その時の自分に合ったレベルでお楽しみください。よっしゃー、じゃあやっていきましょうか。まず1種目目はこちらからやっていきたいと思います。感謝のスクワットです。お尻を大きく後ろに突き出すようなイメージで頭でバランスを取りながら深くしゃがんで全力で地球を押して感謝していきましょう。この重力がないとこのご筋トレは楽しむことができませんでした。重力さんありがとう。残り12秒間重力で筋肉を鍛えまくっていきましょう。めちゃくちゃええ感じじゃないですか。残り5秒間そのままそのまま OK ナイスということで、休憩時間そして開始時間はその時の自分のレベルに合ったものをお選びくださいね。エンジョイコースの方は10秒短くて大丈夫ですからね。よし、じゃあ続いての種目はクランチをしてお腹バチバチに変えていきましょう。しっかりと丸まる丸まる、もしできれば腰も一緒に丸めてみてください。そうすることによって腹直筋と言われるお腹についている筋肉の収縮が最大限かかります。筋トレって基本的に筋肉を収縮させることがめちゃくちゃ大事なんですよ。確かに伸ばすストレッチも大事なんですけど、収縮が8割ぐらいを占めるぐらい大事です。だからしっかりと丸まる丸まるでお腹の距離を縮める縮めるというイメージで丸まってみてください。めちゃくちゃきつくなってきませんでした？これマジでめちゃくちゃ効いてるからそのままやっていきましょう。じゃあ続いての種目がキックスルーです。ビーストの状態、四つん這いの状態から膝1センチ浮かして片手で支えながら片足を伸ばしていきます。初めてやった場合はどっちの足を前に横に出すんやったっけなとか、なんかちょっとね頭で考えてやっちゃうところもありますけど、慣れてきたらもう自然に体が覚えてくれるから、まずは見よう見まねで OK です。片手で支えて真横に足をぐっと伸ばしていく。遠くに遠くに遠くに、動物の動きのように滑らかに。めちゃめちゃええ感じじゃないですか。めちゃめちゃええ感じじゃないですか。じゃあ残り1秒間 OK です。20秒間続いて休憩していきましょう。じゃあ続いての種目がバックランジです。大きく足を後ろに踏み出してお尻で体を支えてお尻で体を持ち上げていく。どんなに頑張っても何も変わってない気がすることもあるし、どんなに人よりも努力しても追い抜かされることもある。今日こうやって自分の意思で踏み出した一歩は絶対にあなたの力となり、そのあなたの信じる方向にあなたの歩幅で踏み出した一歩の積み重ねは絶対に大切な宝物に変わります。でも今は足を大きく後ろに踏み出してお尻変えてますよ。後ろに足を踏み出してるけど前に進んでる。ナイス！ということで休憩を行っていきましょう。めっちゃええ感じですね。じゃあ続いては下腹をメインで鍛えれるレッグレイズをやっていきましょう。上半身を丸めた上背体をキープしながら、できれば腰も丸めてさっき言ったお腹の距離を縮める、その状態をキープさせながら足の上げ下げを行っていきましょう。しっかりとお腹で足を支えてお腹で足を持ち上げる。ちょっとね足がお腹から生えてるようなイメージでやってもらうと結構効きやすいんですよ。なんでお腹でから生えてる足をぐっとお腹で支えて、そのお腹で足をぐっと持ち上げる。じゃあ残り5秒間しっかりとしっかりとお腹でお腹でお腹でやっていきましょう。
OK です。17秒間休憩していきましょう。じゃあ続いての種目がビーストです。四つん這いの状態で膝1センチ地球から浮かせた状態から肩甲骨を開いて、まずは足を曲げていきましょう。そして元の状態に戻っていく。肩甲骨開いてグッと猫みたいな、なんかあの猫がグーってなんか背中丸めるやつあるじゃないですか。あれをイメージしてもらうとめちゃくちゃええ感じにできるので、じゃあ残り17秒間しっかりと肩甲骨開いてグッと丸まりながらゆっくりと足を曲げて、そして戻っていく。めちゃくちゃええ感じ、めちゃくちゃええ感じ。よっしゃー、よく頑張った、ナイス。じゃあ続いての種目見ていきましょう。じゃあ続いての種目は腕立て伏せプッシュアップです。しっかりと体幹固定させながら地球に近づいて、そして全力で地球を押して体を持ち上げていきましょう。女性の方特に腕立てできない方多いので膝つけてもらって大丈夫です。膝をつけた場合は膝から頭まで一直線のイメージ、体幹はしっかりと下腹で固定させながら深くしゃがんで、そして全力で地球を押してください。地球がちょっと下に動くぐらい、地球がちょっと下に動くぐらいガチと押してみてください。ちょっと押しすぎですよ。ちょっと地球今揺れましたから、ちょっと勘弁してくださいよ。 OK ナイス。20秒間休憩していきましょう。ということで続いての種目はサイクルクランチです。横腹腹斜筋を鍛えていきますよ。しっかりと斜めに丸まる、そしてグッとね、これもお腹の距離縮めることが大切やから、さっきのクランチとほぼ同じです。クランチと同じように丸まる、でも今回は腹斜筋やから斜めにちょっと丸まっていく、ちょっとツイストさせるみたいなイメージです。足は動いていますけど、これはバランスを取るだけのためにやってるので、なので足を体に近づけていくと縮まり、お腹の縮まりが作れなくなっちゃうから、しっかりとお腹を縮めるためにまーるまるまーるまる。 OK です。20秒間休憩していきましょう。さあ続いての種目、ちょっと難しい種目になりますけど、ビーストをした後に片足を前に出していきます。そして片手でバランスを取っていきましょう。さあ片手で、まあ、サイドキックスルーの縦バージョン、前バージョンです。で僕もちょっとバランス崩しちゃったんですけど全然大丈夫ですよ。その失敗は確実に自分のものに変わってきてくれますから、どんなに小さな一歩やったとしても、その一歩があなたの力となり、どんなにゆっくり前に進んだとしても、その一歩があなたの未来を作り、毎日の一つ一つの行動の取捨選択で自由に彩ることができるこの世界、ちょっと感じゃった。自分だけのナイスな道を作るために、自分の歩幅で一歩前に今日も進んでいきましょう。今めちゃくちゃ特殊なやり方で一歩前に足を踏み出してますけどね。自分の筋肉を動かす選択をして、脂肪を捨てる選択をしてるあなた、ナイス。よっしゃー、ということで早いものでラスト1種目となりました。ラスト1種目はバーピーをして全身の筋肉を使いまくって、心拍数を上げまくってバチバチに脂肪を燃やしていきましょう。残り20秒間、めちゃくちゃええ感じ、めちゃくちゃええ感じ。まだまだここから諦めたらそこで試合終了ですから、最後まで頑張るか頑張りまくるか、お好きな方お選びください。じゃあ残り3秒間、めっちゃええ感じ、残り1秒、OK です。お疲れ様でした。マジでお疲れ様でした。頑張った自分に大きな拍手、そしてナイスと褒めまくってあげてください。いやー、今日もエース動画撮れたな、ええ感じ。カメラのボタンどこやったっけな、と、おっと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 、大爆が止まってないじゃないですか。じゃあラスト感謝して終わりましょうよ。筋肉に感謝、重力に感謝、毎日こうやって筋肉動かして汗かけてることに感謝、マジで笑顔で今日も一日折れたことに感謝、明日も地球が回ってることに感謝。よっしゃー、じゃあ残り5秒間、脂肪が燃えてることに感謝して
オッケーナイス、お疲れ様でした。マジでマジでお疲れ様でした。最後まで頑張った自分に大きな拍手、そしてナイスと褒めまくってあげてください。ちょっとなんか最後なんかカスカスになっちゃった。ちょっともう一回いこう。ナイスと褒めまくってあげてください。もしチャンネル登録がまだの方はよかったらチャンネル登録お願いいたします。よかったら筋肉で高評価ボタン押していただくとめちゃくちゃ嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。